恩をあだで返す神戸市民ではないはず。平和団体にひるむな。神戸市須磨区の大丸須磨店で予定されていた自衛隊車両の展示が直前に中止されたことをめぐり、ネットでの議論が沸騰している。きっかけは、中止を申し入れた地元の女性団体が朗報と書き込んだ投稿だった。同店は7月27、28日、自衛隊の一般車両を展示する催しを計画。これまで力を入れてきた地域の防犯や防災を考える取り組みの一環だったが、開催前日の26日、同店のホームページに諸般の事情により、急遽中止しますと掲載した。安全面への配慮から中止を決めたという。一方、新日本婦人の会兵庫県本部も同日、ツイッターを更新。同会メンバーは、10人で百貨店は子供から高齢者まで利用する。趣旨にそぐわないと中止を申し入れたなどと経緯を書き込んだ。この投稿にいいね1500件が集まったが、神戸は震災復興で自衛隊に助けられた。子供から老人まで自衛隊を知ってもらう機会が大切と批判する声も相次いだ。中止を申し入れた同会幹部の老女は災害救助にあたる自衛隊を批判しているのではないとした上で、私たちは安保法制成立や改憲の動きの中で、自衛隊の在り方に危機感を持っていると強調する。関係ないことを己の狭い領権だけでことさら言い立て、平和を愛する市民の立場を強硬に言い立てる。ネットの反応では、こいつらは阪神淡路大震災でめちゃくちゃ世話になったのに、人間じゃねえな。こんな恩知らずが新しい婦人が歩むべき道なのでしょうか、と批判する声が多数だ。阪神淡路大震災時の自衛隊は信じられないほどの日陰の存在で、出動権限に関する国の法整備も不十分だったため、神戸市外に救助に入ろうとした自衛隊は、左翼連中の猛反対で帰らざるを得ず、その後大火災に巻き込まれて、瓦礫に閉じ込められた多くの人々が生きながら焼かれて亡くなったと聞いている。これは青山茂春共同通信記者が、自分の故郷でもある神戸の惨状にいたたまれずに、震災直後に現場に入り、被害が大きくなった原因を探る中で得た証言だとされている。政治的主張を貫くためにはむごいことができるのだ。自由民主党杉田水脈衆議院議員の指摘を添える。新日本婦人の会は、国連の経済社会理事会の特別協議資格を持つ NGO として認証されていて、女子差別撤廃委員会などで韓国の低体協と連携して日本国に韓国人慰安婦への謝罪と賠償を求める提言などを行っています。会長の笠井公義は、日本共産党の笠井亮衆議院議員の例夫人です。新日本婦人の会は全国に支部があり、共産党の支持を受けて活動しているのだ。これを市民団体と呼ぶのはやめにしたい。